はい。ハンドパワー。はい。野村克也でございます。今日はですね、2023年の、えっと、何でしたっけ。えっと、あ、そう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 。3月ももう終わりですよね。26日、日曜日なんですけど、昼間日中なんですけど、結構ね、最近ね、ちょっとまた、あの、パワーポイントでスライド作って、スライドを、 しながらいろんなことを企画して喋っていこうかなと思ってるんですけど、まあ、一応ねあのー、まあこれ「あのー、乾杯お疲れ様です」でちょっと遅くなったんですけど、まあ、ちょっと、まあ、飲みながらみたいなぼやきーみたいなやつなんですけどあのー、なんか昨日ね a b、あのー、アベマニュースでなんか牛乳の価格牛乳だけじゃないと思うんですけど、まあ、食料のことがあって。 なんか乳牛1頭処分したら乳牛1頭処分したら補助金を出すみたいなことをやっててでもね牛乳とかって、まあ、日本の食料自給率のこと言われてるんですけど、まあ、いよいよなんかその、まあ、昆虫食とかが話題になってるんですけど牛乳自体は供給過剰で値段が下がってるらしいんですよねで考えたら僕もねあんまりね あのー、牛乳はそんな最近ちょっとその進んで飲まなくなったんですけどあのー、まあ多分ね中国の人とかがね観光客の人とかがあの牛乳よく飲むらしいんですよねなんで昨日まあひろゆきさんとかが言ってたのは、まあ、チーズにしたりとかヨーグルトにしたりとかあとそれから ああのー、まあ、外国に売っていったらいいんちゃうかみたいな話をしてでなんかあのー、生産者っていうのはあのー、そう乳牛の生産者っていうのは農協とかそういうなんか政府のなんかそういう団体みたいなのに売ってそこがさばいてくれるみたいなシステムになってるんですよねでもまあ基本的に供給が過剰なんでそれと需要が日本国内ではまあ減ってるみたいな。 話なんでとなると需要と供給のバランスで値段が下がってくるから迷ったら戦争が長期化したことによるそのコスト高が被ってきてその更に利益を圧迫するっていう形になってるらしいんですよねじゃあなんで乳業殺処分するかって言えば供給を調整してやれば供給の方を調整してやれば価格が需要と供給のバランスで供給え需要はこれだけやけやど 供給を下げててやれれば値段ががっていうことが考えられるだからまあ供給をまあ減ら補助金で減らしてやれっていうんだけどそれもまあその業者にとってはそのいう政府が設定してる補助金補助金では一等殺処分してもまああんまり経営ん的に合わないみたいな形でそれやったら海外に売っていけばいいんちゃうのみたいな話と。まあやっぱしね戦争って 最近はやっぱ金融バブルが弾けて結構騒いでるんですけど今もね去年相場見てたらで一応ねいろんなとこは救済に入るとか、まあ、あのバイデン大統領が出てきてあの、まあ、大丈夫ですよって言ってるんですけどまあでも多分。 まあでももしかしたらこれが入り口で今年後半にリーマン級のショックが来るんちゃうかみたいなこともまあ考えられるんですよね。まあ、そういう時っていうのはまあみんなね政府とかは一生懸命なんかその混乱しないようにいろんなステートメントを出すたびに上がってああやっぱダメやって下がっていってああでもこっちは対策しますよっていうまた上がっていってまた下がっていって結局どん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 暴落が始まっていくんですけど。 まあそういう風になるのかっていう、まあ、そうそなってくると多分まあ若干まあ円高100円台くらい今130円なんですけどぐらいになるかなみたいな話ででもまあ戦争はねなかなかねもう終わりそうにないんで岸田首相がしゃもじの必勝を送ったのもどうのこうのみたいな話なんかしゃもじねあの送ったらしいんですよね必勝っていうねでも本来ねなんか日本を平和 なんで例えばそのウクライナが勝つのはいいんですけど、ウクライナが勝ったら勝ったでロシア兵が死ぬんで、だからまあ戦争和平っていう立場が本来日本の立場だと思うんですけど、それに対して必勝とは何事かみたいなまあ、意見もあるわけだけなんですよね。な今年今週はねあのつらつらっとまあなんかニュースダラダラ喋りみたいな風になってるんですけど、原材料の高騰ですよねそもそもはねまあ確かに日本はデフレでその価格転嫁 だから価格を上げたらいいじゃないかっていうけど価格を上げれば売れる量が減ってしまうんで売れる量が減ったらまた今度はそれが病院で経営を圧迫するみたいな話でまあ結局まあそうなんですよねだから結局今まで戦争がないまでっていうのはえっとコストがこれくらいやったからあのー コストががこれくららいやったたからとりあえず利益が出てたデフレの日本でも利益が出てたけどまあ、でも僕びっくりしたのはね供給が過剰っていうらしいんですよね。日本は食料自給率が低い低いいっていうんですけど最近はまあ、インターネットなんかであのー、乳牛っていうのは乳牛あの牛乳って人間の体にそんなによくないよみたいなまあ、話。 もう出てるんですけど実はカルシウムにならないんだとかカルシウムがいっぱい入ってるけど人間のカルシウム骨にはならないんだとかっていうことを、まあ、言ってでもね、まあ、それねね僕怪しいと思うんですよ、ね、結構ねあのー、またねあのー、ワールド経済フォーラムなんかは牛がいると二酸化炭素が出るんだとかやっぱしそのい牛1頭の環境負荷みたいなこと言ってて。 多分ね、そういう人たちが意図的にもう牛乳は体に悪いから飲まない方がいいですよみたいな話を、その高校、まあそのいろんなメディアにお金払ってその流さして、だからみんなが例えばその牛乳飲むのをやめていったら、あ、牛乳ってそんなに体に良くないんやってなれば、みんな牛乳飲まなくなるんで、そうなれば、例えば今みたいなその牛、牛,、えー、牛自体の飼育を減らしていきましょうみたいな動きが起こってきて、 まあ環境問題にいいよみたいなことで多分ねあのー、でも結構ね牛乳自体が長いこと飲まれてきたものなんでねまあそれが原因で例えばその日本人の骨がなんやろ脆くなったっていうデータもないだろうしだからたまにねそのそういうね裏があるんちゃうかなみたいに僕はちょっと牛乳について思ってるんですけど。 でもその十分な量のその牛乳であったりお米もなんか日本って9割くらいはその自給できてるらしいんですよね。なんでまあ無視食わんでいいかなみたいな話なんですけどまあ戦争が長引いたり経済が破壊されたりあの経済が破壊されたり戦争が長引いていくその原材料が上がったりまあ例えばその政府が変な政策を取っていけばまあそのそのうち例えばその。 ね、今まで食べたものの値段が上がって例えばコオロギとかその昆虫食の値段がコストダウンしてきたそれ食べさせ状況的に食べさせられざるを得ないような状況になるんちゃうかなみたいなまあ、話でまあでもね今のところはねまあ、牛乳ってすごく足りてるらしいんであのー、まあねそれをねこ破壊しないでほしいなーなんて思いながらあのー、まあ何を話してたんか だだんんもうちょっと分からなくなったんですけど、まあ、ちょっと日本ちょっと取ってちょっとそのウクライナ情勢みたいなまあ話とか、まあ、その日本が WBC で優勝したであったりとか、まあ、電撃訪問ね、まあ、岸田さん電撃訪問したんですけどねえんだまあなんかその戦争の現場に行ったって言うんですけどやっぱし何て言うんですかやっぱりね絶対にね安全が 100%100% 100とは言わんけどでもまあ でもね、僕からしたらねなんかその事故が起こってミサイルが落ちてきて岸田さんのね岸田さんがけがうん岸田首相の上にミサイルがドーンと落ちてきたりなんかしてねまあ多分そんなことないと思うんですよねでも行け行くってことは多分かなりのまあねいろんなその準備舞台準備みたいなのができてた上でやっぱりその電撃訪問みたいになったと思うんですよね絶対的な安全であって。 ま、なんんかシナリオっぽく見えるんですよねうんで、僕ねあんまりはっきり言ってねあのー、特にね僕気をつけてほしいのはあのー、目鼻立ちとか顔が整った政治家にはちょっと気をつけてほしいなみたいなのがあ,あるんですよね。特にじょ女性って今言ったらダメなんですけど女性の人とかその人が何をやってるかより見た目で判断する面があるんで結構ねあのー よくね戦争が始まってから T シャツ姿でそのずーっとこうやって写ってるんですけどその筋肉見せて、まああいう政治家ってね、まあ、ちょっとねちょっとうさんくさいっていう面があるんちゃうかなみたいに、まあ、うがった見方をしてる次第でございますでも今年は結構大変な年になりそうなんですけどまた気がついたニュースをちょっと喋っていこうかと思いますではお疲れ様です